どうもー、はじめきよしろです。お願いします。久しぶりに雑談するんだけどね、なんか気持ちがめいった動画をね、作っちゃって、なんかそういうの嫌だなって思ってね、いろいろめんどくさかったんだけど、気持ちがめいっててね、ってなってたんで。まあね、でも今も別にね、めいってないかって言われるとめいってるんですけど、まあ、おしゃべりをしようかなと思ってね。喋ることないんだよな。あ、そうだ。あれやるか。喋ることないから、俺の動画見よう。俺の動画で突っ込んでいこう。いや、ほんと、喋ることがなさすぎて、もう喋ることなくなっちゃったんですよ。ツイッター見なくなったから。なんでかって、俺ツイッター嫌いになっちゃって、でも、ツイッターとかでそういう話題を仕入れてくるわけじゃん。だからもう、見るもんなくなっちゃったから、ちょっとね、はじまきよしろの動画を突っ込んでいこうと。やっぱ俺って何言ってるか分かんないんですよ。で、何言ってるか分からないのを分かるためにも、俺は今度自分の動画をもう一回ね、突っ込んでいきます。突っ込むっていうか、こう、今じゃこうだよねっていうのをね、やっていこうかな。やることなくなっちゃったんで。喋りたいことは喋りたいんだけど、最近やってることはなんかね、もうあ、どうも、あ、はじまきよしろです。チャンネル登録者100万人ありがとうございますとかね、そういうことずっと言ってるんですよ。一人でね。あの、俺基本的に一人で一人ごとしてるんでね、カメラつけずに。マジでやってるんでね、カメラつけてないのはね、てない時の方が多いんで、ちょっとね、もうね、喋りたいんだけど、喋るネタがなくなっちゃったから、じゃあもう自分の、やつやっていこうかなと。自分の作った動画いちいちブイブイ言わしていこうかなと思います。重いね。え、パソコン。あ、超重い。さっきね。今日はね、加藤純一さんのラストを見て。俺が人をさ、人が食ってるもんすぐ食いたくなっちゃうんだよね。水たまりボンドがさ、あれだよ。あれやってたじゃん。蜂蜜。美味しそうだなって思っちゃってさ。いやーでもやっぱ俺はね、喋るネタがなくなってから喋ってないんだよ。本当は喋りたいのにね。じゃあ動画、お、ドロップボックスも俺は入りますよ、さすがに。うん、さすがに俺は入るから。じゃあバズれ。バズれ。いや、マリオメーカー2の動画はいいや。うん、じゃあこれ見ますか。カット。なんでその始まり方。叫んでから始まるっていうね。そのなんか、ただ叫んでるだけじゃないよね。すごい悲痛な叫びですよね。何が悲痛かもわかんないんですけど。まあ、教授です。なんか叫びたくなっちゃって叫んじゃいました。はい、叫びたくなったんで叫んじゃいました。まあそうだよな。叫びたくなったから叫んでるんだよ。僕はね、あの、座ってると腰が痛くなるんで、立って喋ります。期待させといてね、こう座ったはじめ教授が見えるのかなと思ったら、見せてくんないっていう。はい、あ、高い机の方に置いた方がいいかもな、マスト。いや、乗せてたけどね。なんか気分が乗んねえわ、自分の動画喋んの。あ、喋りたいのに喋る内容がなくなっちゃった。どうしよう。あ、まあ、トイストーリー4見てきたんだよ。トイストーリー4ね、ツイッターでな、俺それ、そのせいで俺ツイッター嫌いになったんですよ。行って見に行ったけど、よかった。普通に泣いたし、めちゃくちゃね。やっぱ、その、トイストーリーの歴史で、まあ、ダメージ食らったしね。まあ、ダメージって何かっていうと、泣いたのはダメージじゃん。やっぱその、トイストーリー1、2、3見てきたら、あ、もう泣いちゃうな、こういうの。こういうの泣いちゃうなって、いっぱい泣いちゃったんですけど、よかったですよ。でも、やっぱね、あの、結果的にマイナスなお母さんと見に行っちゃってね。お母さんもトイストーリー、その、4好きだから、トイストーリー好きだから見に行ったんだけど、結果的に最悪だった。まあね、そのちょっとね、みんながね、予期もしないようなシーンになって、声出すんですよ、俺のお母さん。え？みたいなこと言って。それでちょっとブチ切れそうになっちゃってね。あと、本当にね、俺はそれで、まあもうお母さんと一緒に行っちゃいけないんだなって思ってね。でも俺もなんでお母さんと一緒に行ってるかってあれですよ。俺本当もう外出たくなくて、やっぱその、人がね、無理で。人混んでんの無理で、電車とか乗れないんですよ、俺。だから朝早く行こうと思ったら、今度はなんか通勤ラッシュにぶつかるし、
あの周りのガキンチョたちに俺の姿を見られたくないわけよ。なんかそういうのあるんですよ。そういう病気じゃないけど、そういう嫌だなって思うことがあって、俺もうお母さんのね車じゃないといけないんですよ。まあ、車って楽ちんだから、家の空気運んでるようなもんだからいいなとは思って、人になるべく会いたくないんでね、俺は無理なんですよ。でもお母さんとね映画二度と見ないって俺は思いました。俺も映画のチケットをね間違えちゃったのもそれもいけないんだけどね、まあ、そんなことはどうでもいいや。なんか話すことないな、もうなんかおしゃべりの欲がないわけじゃないんですよ。別に喋りたいことは、いや喋りたいことないけどね、喋りたいんだけど喋りたいことが全くないんですよ。だから俺もう生放送するわ。あのもう俺は終わった、自分のブツブツ喋るのは無理なんで生放送する、生放送をいっぱいするようにするわ今度から。だから絶対生放送の方が再生回数がさ全然違うから、生放送しようかなって思ったけど、まあ今はね結構いい時間帯なんだけど、今生放送しても意味ないから、まあこれからは、まあ、夜とかに生放送しようかな。まあ YouTube ではし、まあ、YouTube でしなきゃ意味ないんで、まあね、どっちしよっかな、 YouTube かな。YouTube 夜見てみんな来んないからな。ツイキャスかもな。ツイキャスでやっていくかもしれないな。喋ることねえからさ。ほんと俺喋ることなくなっちゃって。よくここまで持ったなって感じですけど、ほんと喋ることない。だってさ、ツイッター今見てないんで、ほんとに情報何もなくなっちゃった。今まではテレビ嫌いだからっていう理由で、テレビ見ないでニュースシャットアウトしてさ、で、ツイッターもちょうどあのツイッターのね、こういうジョークがいるから教養は持っといた方がいいっていうのがとどめ刺されて、いやーちょっとそこまで来ると気持ち悪すぎるってなっちゃって、あのツイッターから逃げてきてね、俺今もう無情報状態、もう情報を持ってないね、情報を完全に仕入れてない状況になっちゃってね。俺も今ねタスクバーのね一番上のとことかね、便利なところっていうか、あのすぐにツイッターに飛べるようにしてないんですよ。ちょっと何重も行かないとね、無理なようにしちゃってね、ちょっとストレスだけど、でもあのツイッターでよくわかんないクソツイートをさ見るよりはマシなんですよ。すごいね。いやーツイッタークソだからね、今頑張ってやめてますけど、アカウントは別に消さない、もったいないから。うん、エロい絵が詰まってるんでね、エロい絵ってか可愛い絵ね。喋ることほんとだな。いや喋りてえのに、生放送で一クリアみんないっぱい喋ってくれると思うんだけどさ、だからツイキャスやろうかな。ツイキャスで顔出してね、やろうかな。ツイキャスか YouTube ライブ。ちょうどいい時間帯がないんですよ。やっぱ親がいるんで。で夜だね。夜 YouTube ライブやれるかな。まあ別にできるかもしれんけど、まあやってみようかな。でもな、親いるからな。全然できないし、なんかすごいめっちゃ面白いのがなんかね、俺がまあこういういろいろ今引きこもってる状況でさ、あの一人暮らし支援してくれるんだ、やったって思ったら2年後って言われました。で俺働きたくないんで、もう早く YouTube で有名になんなきゃいけないんだよね。YouTube で有名になんなきゃいけないし、あとなんか今全然自分の面白さが出せないよね。俺っていうものをちょっと見失ってる、エンジンがなくなってる。まあね、喋るのは楽しいんですけどね、親と喋り、人と喋りてんだよ。人と喋ってるの動画にしてんだけどさ、俺親と喋ってると現実をさね、見なくていい現実なんですよ。別にその現実を見たからどうなるわけじゃないんですよ。苦しいだけ。無理だもん、働きたくないって俺は言ってんだからさ。いや俺は働きたくなくてね、人間関係はもうねなるべくねとかいろいろが嫌すぎると。まあ俺がどういうのを経てこうなったかなんてみんな知らないから、まあみんな叩くだろうけど、まあどういうのを経てっていう、その経てもそんなすごい経てじゃないけど、まあ生放送特化にしよっかな。喋ることが本当になくなっちゃった。生放送だったらいっぱいやろうかな。ちょっとね、もしかしてね、個人情報とかがね、バレないように頑張ろう。ってことで、
あざした。生放送頑張ろうね。俺は生放送頑張るよ。